はい、皆さんおはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、祝日明けは下落注意、ベースの決算明と暗ということでお話をしていきたいというふうに思っております。今日の内容になりますが、まずは昨日の振り返りをした上で、株価の上下を分ける要素とは、決算の見方について解説ができればと思っております。で、ベースの明と暗とは、ベース以外にもね、マザーズ、他の銘柄もちょっと見ていきたいというふうに思っております。で、今後の売買戦略は移動平均線プラス RSI を見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルではこういった最新の状況を取り上げたテクニカル分析をお伝えしております。テクニカル分析はあくまでも事実の確認、トレンドの方向性、トレンドライン、移動平均線の向き、位置、価格、ロス、カシ、こういったところを皆さんの参考になれるように、毎朝8時までに動画を投稿しております。皆さんのチャートの習慣になれるように頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では見ていきましょう。昨日の振り返りです。日経平均株価、プラスの 57.07 0.19% のプラス、プラス圏で引けてる、すごい強いなというふうには思います。マックDもクロスした後ですね、まだね、向きも変わっていないということになっております。キーワードランキング見ていただいてもですね、ソフトバンクグループがまだ引っ張ってますねというところですかね。相変わらず強いなといったところです。コロナの新規感染者数確認しておきましょう。東京都では491、全国では1886というところで、なかなか多いなというふうに思います。はい、続いてトピックスいきましょう。トピックスが 5.28、0.27% のプラスということで、こちらもね、プラス圏で引けている、すごく強いですね、になっているかなというふうに思います。で、マザーズいきましょう。マザーズがですね、25.52、2.02%、非常に強いですね。1300ポイント届いたらですね、結構強いなというふうに思いましたし、下のマックリーをね、クロスが発生しているんですね。で、キーワード一覧見ていただくとですね、後ほども見ていきますが、メルカリ、一気に上げてきたというところですし、GNI、昨日下げていたと思うんですが、一気に上げてきた。あとは、JMDC、ジグソー、この辺、主力どころなんですか、かなり強いという動きになっております。一方で、ベースフリー決算前にね、ちょっと意気消沈というまではいけませんけども、ですし、この後ベースの決算見ていきますけども、あとは CRI ミドルウェア、前個別銘柄徹底分析マガジンでもやりましたし、ちょっとノートの方にも記事書きましたけども、こういうふうにこう決算がね、決して悪くはないとは思うんですが、チャート的にも、あとは予想的にもちょっと悪いというところは良くないかなというふうに思いますので、そこは要注意というところで見ておいてください。ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウに関しましては、118.33、0.38% のプラス。5時21分時点ですので、若干ここからまたね、引けにかけてちょっと弱含んでいたかなというふうには思うんですが、若干プラス圏で終えていると思います。ニューヨークダウヒートマップ見ますとですね、概ね上げているかなと思いますね。ハイテクが若干弱い感じでしょうか。S&P 見ましょう。 S&P が 5.51、0.14% のプラスと、こちらはなんとかプラスを保っているかな、引けにかけてどうだったかな、ちょっとマイナスになったかな、そんな感じかなと思います。ナスダック行きましょう。ナスダックに関しましては 10.82、0.08% のプラス。この動画を撮る前はですね、マイナス圏にいたかなというふうに思います。で、この主要銘柄見ていただくとですね、気になる銘柄2つあります。まずはツイッターですね。ツイッター決算を超えまして 12% 増というところで、かなり強い上昇かなというふうには思いますが、テスラがちょっと心配かなと、 5.24% 下がってきているというところですので、これで下がってしまうとですね、トリプルトップのような形、あとは三尊天井のような形にはなってしまうのかなというところで、ちょっとテスラのチャートは要注意というところで見ておいてください。で、テスラに関しましては昨日の動画でも話しましたけども、ビットコインを購入したというところで、ビットコイン相場にもちょっと悪影響を与える可能性があるかなというところですので、ここは要注意というところで見ておいてください。では行きましょう。株価の上下を分ける要素とは、ベースの明と暗とはということでお話をしていきたいというふうに思っております。で、まずベースの話に入る前にちょっと主力どころを見ていきたいと思うんですが、トヨタですね。トヨタが決算を出しまして、非常にいい決算だと思います。日経 CNBC からね、持ってきましたけども、コンセンサス予想をですね、どちらも超えているというところですので、これはかなりいい決算だったかなとは思うんですが、少し前に解説をしましたが、ドル円がね、ちょっとこう戻ってきたタイミングあたりからですね、7000円台、半ば、7200円ぐらいからですね、もう1000円近く上げてきていたというところですから、昨日時点では 1.7% 増にとどまっているというところかなと思います。で、メルカリですね。メルカリは今朝の時にちょっと嫌な動きをしたねと、だからハイテク関連が業績が多少良くてもですね、よっぽどの頃がない限りは評価されないんじゃないかっていうふうに言いましたけども、メルカリがですね、ちょっと次元爆弾みたいなね、時間差でこうブンと吹いてくると、特に目立ったニュースがあったようには思えないんですが、もし何か知ってる方いたらぜひ教えてください。で、グッと上がってきたというところですから、ちょっとハイテクの見方って変わるのかななんてちょっと期待したところではあったんですが、ベースの決算をこの後見ていきたいというふうに思っております。で、ベースがですね、本決算を発表してきたんですけども、見ていただいて分かる通り、売上高が 115%。
増2倍以上ですね。営業利益も経常利益も純利益も黒字というところで、あ、なかなかいい決算じゃないか今期はというところなんですが、時間外で見るとですね、まあ PTS の反応で見ると 20% ぐらいで、最終的に見ても 17% ぐらい下がっていたので、まあ祝日明けはちょっと下がって始まりそうかなという、そういう反応になっております。で、何が値上げされたのかというところなんですが、まず押さえておいていただきたいのは、株価の変動というのは期待と結果の乖離の修正なんですね。期待値っていうのがもともとあって、期待されてるからこそ株価が上がる可能性がある、期待されてない株っていうのは全然上がらないし、むしろ下がっていくっていうことがよく起こるんですけども、で実際に決算発表というので結果が出てくるわけですね。さあ、結果と期待と結果どっちが高かったんですかっていうことで株価が決まるということになってます。で、実際に期待よりも結果が高ければですね、あ、こんなにいいんだってみんな思えば株価上昇するし、逆に期待値よりも結果が低ければ株価が下落する。で、結局ベースの場合には期待値よりも結果が低かったというところですね。で、これに加えてですよ、PR とかの割安性とか、全体相場の状況とか、あとは信用倍率などの需給状況なんかも絡まってくるので、まあ一概にね、これだけで株価が上がる下がるというよりは言いにくいんですけども、まあこの辺をしっかりと見ていただくのが決算のポイントかなというふうに思います。で、実際にですね、期待の一例というところで、これは会社指揮法ですね。になっています。で、会社指揮法の中では今期予想と、加えてですね、来期予想も出てます。来期予想というのは21年12月期の予想値というところなんですが、会社側はですね、常に今期の予想しか出してないんですね。で、ベースのように今期の決算を出したタイミングで、新しく21年12月期の予想を出してくるということなんですが、昨日のベースの予想を見ていくとですね、これ株単で、撮ってるんですけども、まず、まあ、この、ピンク色になっているところ、これが結果発表、さっきも見たやつですよね、になっています。で、これと上の20年12月期を比べていただくと、あ、結果としてはね、すごい上振れたんだなということがわかるかと思います。なので、まあ、ここは期待値超えてるんですね。ですが、下の21年12月期の予想値を見ていただくとですね、赤字になってるんですね。しかもマイナス 11.81 億円営業利益ね、になっているので、まあ、これはすごい下だねと。ただし、まあ、売上は上がってるんですよね。なので、期待値との乖離で見ると、売上は上がっていたけども、利益はめちゃくちゃ下がってる。むしろね、利益は 7.5 億円予想なのにも対しまして、赤字の 11.8 億円ですから、もう、下振れも下振れいいところというところで、まあ、20% ぐらい、時間外では下落してるというところかなというふうに思います。で、何がネガティブ視されたのかというと、まあ、来期予想がね、期待とは全く違う結果が出てきたので、株価としては一旦下に反応してるというところだと思います。ただ、まあ、ベース側としては、もちろんね、これは先行投資ですよというところですね、になっています。で、加えて、まあ、後ほども出てきますけども、投資単位を引き下げることで投資家層の拡大を図り、株式の流動性を高めることを目的に1対5の株式分割を実施予定というところですね。ベースの株価が昨日の終わり時点で1万2000円前後ぐらいでしたから、1万2000円ということは100株購入するだけでも120万必要だということですので、そうすると個人投資家ってあんま買いにくいですよね。それに対して5分の1になるということは、いくらぐらいなんだ、いや2000か3000円の間ぐらいになると思いますので、まあ、それぐらいになると個人投資家も買いやすいよねというところで、流動性を高めようという、そういうふうな、まあ、政策も取ってきているということですね。で、先行投資を積極的に実行するというところになっております。で、何やるかというと、まずは、まあ、プロモーションですね。プロモーションにとんでもなくね、やることによって一気にこのシェアを取っていきますよっていうところをまずね、やっています。で、加えてプロダクト開発にも先行投資をしていくということですね。まあ、この辺がどういう結果になってくるのかまたね、普通の人には読みづらいところではあるんですが、先行投資をするよっていうところはぜひ押さえておいていただければなと思います。で、先ほども出ましたが、株式分割の実施というところで1対5の分割を実施する予定です。分割についてですね、やはりこの価格が下がることによって何が起こるか、やっぱり投資家がね、買いやすくなることによって株価が上がりやすい、流動性が高まることによって株価が上がりやすいっていうことが起こるので、これは通常はですね、価値は変わらないんですが上昇要因であるということがすごく多いんですね。にもかかわらず、これも発表しているにもかかわらず、時間外では下がっているっていうことは、まあ、結構やっぱり下げのインパクトは強いんだなっていうところは押さえておいてください。ただし、もっと先を考えるとですよ、もっと先を考えると可能性として出てくるのは東証一部上場みたいなことも、まあ、頭の中には入れといてもいいのかなというふうに思います。なので、まあ、長い目で見た時には下落はね、もしかしたらチャンスになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。そして株主構成、これも決算資料に出てましたけども、株主構成比率が 51% を超えてきているというところで過半数になってきているんですね。なので、まあ、実際に時間外 PTS で取引をしているのは多分日本の個人投資家ばっかりだと思いますし、夜の PTS に関しましては信用取引すらできないので、まあ、信用の状況とかもね含めてね、祝日明けどうなるかまだ分かりませんけども、実際には海外投資家が売ってくるのか来ないのかによって株価がこのままベースはずるずる下がっていくのかいかないのかっていうのはね、
ぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。で、今日おすすめ書籍先に紹介していきたいなというふうに思うんですが、ファイナンス思考ですね。こういう会社をどう捉えるかっていうのがすごく重要なポイントで、これファイナンス思考というね、朝倉雄介さんという元ミクシーの、まあ、代表取締役の方の本なんですけども、非常にわかりやすい本ですので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思っています。で、この中にはですね、会社の企業価値を最大化するためのファイナンス思考というのがこの4つの要素から成り立っているよというふうに書いてあります。で、ちょっと簡単にかいつまんで読みますと、最適なバランスで資金を調達して、で、その最大、そこから最大限のお金を作って、で、その築いた資産を最適に分配して、で、合理性と意思をステークホルダーに説明するというところですね。ベースの場合には先行投資なわけですね。で、ここでシェアを握っておくことによって、将来大きな会社に私たちはなるんだぞという意思表示をしているわけですね。で、それをステークホルダーというのは、要は関係者で、株主含む、要は社員もそうですし、お客様もそうですし、そういったところステークホルダーに説明をしていくっていうことなんですが、まあ、このステークホルダーコミュニケーションがうまくできていないと、赤字ですだけだと株価は暴落するわけですよね。果たしてどうなるのか。で、日本人の思考としてやっぱり赤字とか期待を裏切られたっていうのはもちろん売りに該当することがすごく多いんですけども、海外投資家はそこまで赤字よりも成長をしてくれる方が助かる、成長してほしいという意思を持っていることが多いそうです。まあ、それも海外投資家の種類によるんで、何とも言えませんけども、ひとまずは祝日明けを見ていただいてですね、で、あまりにも膨大な出来高とともに暴落が起こるようなことがあれば、ちょっと外国人投資家も見限ったのかなっていう感じはしますけども、ただ、先行投資をしっかりする、で、あとは元々の予想よりも売上はちゃんと上振れていることを考えるとですね、長期的なまあ成長を見込んで、海外投資家はそんなにすぐは売ってこないんじゃないかなっていうふうには個人的には考えております。あくまでも個人的な意見ですので、皆さんもね、しっかりと、まずは分析をした上で見ていただきたいなというふうに思っています。ただし、やっぱり PR や需給状況を見ますとですね、まず PR が赤字予想に変わってしまったので、株単のところではね、PR が横棒になっています。なので、まあ、しょうがないに PSR で出そうというところで、緑色のところ、時価総額割る、来期の売上予想で出してますけども、そうすると2690億、右下ですね、に対して 101.43円というところ、101.43 億円というところになるので、まあ、26.5 倍。PSR というのは株価売上高倍率になってますけども、これ 26.5 倍、クソ高いです。めちゃくちゃ高いです。めちゃくちゃ高い。通常は、普通に小売りとか製造業だったら1倍前後ぐらいが普通だと思いますし、まあ、IT 業界でも、まあ、10倍、15倍ぐらいがまあ妥当だと思います。の中で 26.5 倍めちゃくちゃ高いので、さすがにちょっと割高感っていうのもあるかなというふうに思います。この辺の修正が終わったら買い場が来るんじゃないかなというふうに思いますし、あとは赤いところですね、 PR は出せないけども、前期というか、まあ、今回発表になった本決算の数字はですね、黒字だったわけですから、まあ、実績の PR ですね、予想の PR は出せないけど、実績の PR で見ると 12,260円割る 28.2円、株価割る1株益で出しますと 434.75 倍と、クソ高いです。バチクソ高いというところですね。で、加えて、まあ、信用改ざん、まあ、まだね、相当高水準ですよね。なので、まあ、やっぱりですね、まだちょっと売りがかさんでしまう可能性はあるかなと思います。なので、安易に、まあ、急落したから買いっていうのがなかなかこう考えにくいところではあるんですけども、その辺はですね、チャートを見ながら考えていきたいなというふうに思っております。で、まずベースの、まあ、これ冷やしチャートなんですけども、まあ、上昇チャンネルが、この下げが落ち着いてからですね、結構こういうチャンネルが引けるかなと。で、面白いことにですね、そのチャンネルが、まあ、過去のこの緩やかな上昇の時の角度とほぼ同じぐらいの角度だったので、まあ、しっかりと効いてるなというところをまず確認しておきください。ただし、まあ、時間外でですね、まあ1万円前後で今推移しているというところですから、明らかにこの上昇チャンネルの下限を割り込んでくるということは間違いないかなとは思います。まあ実際どうなってみるかね、祝日明けやってみないと分かんないですし、で、祝日明けも、寄り付きからの値段っていうのははっきり言って、時間外しかまだ織り込まれていないので、そこからガッと上がっていったりとか、またグッと下がったりとか、まだ何とも言えないところはぜひ押さえておいていただきたいかなというふうに思います。で、あとはまあ目安になってくるのは、もし1万円割れてさらに崩れるようなことがあれば、やっぱり前回安値、これが7450円なんですが、まあ、過去にも一度止まってるところもありますので、まあ、この辺は意識されるのかなと思います。で、MACD もですね、ちょうどゴールデンクロスが起こったばっかりなんですが、やっぱり下落して始まるとですね、またこう再びこう下の流れに変わってしまう可能性の方が高いかなと思います。で、もう一個見ておきたいのは、一目均衡表ですね。やっぱりこの1万円を割れてきた後なんですけども、雲の加減、冷やしチャートの雲の加減で見ると今9583円、もしくは地高スパン、この黄色い線が株価を割れてしまうと、これ売りサインですので、しばらく売りが続く可能性があると思うんですが、この値というのがだいたい9630円ぐらい、ですね、この辺の値を割れてくるとですね、ちょっとなかなか上がりにくい状況になってしまうかなというところですので、まあ、一つの目安として押さえておいてください。で、逆にまあこの辺でまあ打診買いを入れてですね、しっかりとリスク管理をした上で、まあ適切なところで損切りをする、もしくは反転を狙うというのは
は、まあ、一つの戦略としては間違いではないのかなというふうに思います。これはあくまでも自己責任でやっていただきたいかなとは思いますが、まあ、チャートを使うんであれば、あとは長期的な成長があると、あとは、株式分割は、将来的な東証一部上場を狙っているとか、そういったところも考えていると自分も納得できるんであれば、そういう戦略もありなのかなというふうには思います。はい、では2のまとめになっております。まずね、トヨタ好調でした。株価はでも織り込み済みっていうのは 1.7% しか上昇しなかったというところですね。かなり高決算だったと思うので、皆さんもぜひ詳細見ておいてください。で、メルカリ決算からの数日経ってからの大幅上昇というところで、なんかね、どうなんでしょうね、こういう動きがあったということ自体は事実かなというふうに思っております。で、ベースの決算見ていきましたが、時間外で 20% 前後下落しているというところですね。来期予想が赤字予想が原因か、まあ、これはしょうがないというふうに思いますが、長期的に見た成長は崩れていない可能性もあるかなと思います。こういう IT 企業って結構難しい GMV とか総流通額なんですけども、まあ、それがの伸びが鈍化してたりとかっていうのはいろいろあるんですけども、コロナの特需が特にベースベースなんかはかなりはっきりしていたので、そこでですね、どうしてもまあ鈍化していくのは当たり前なんですね。で、そこから来期がまたこう上がっていく流れに変わっていくのかっていうのがね、ポイントになってくると思いますので、まあ、しばらく調整が入るとは思いますけども、そこをね、うまくこう拾っていきたいななんて個人的には考えてはおります。で、短期上昇チャンネルが崩れる可能性は非常に高いかなというふうに思うんですが、一目均衡表の雲が維持できるかっていうところには注目をしてきるんじゃないかなというふうに思っております。では今後の前々戦略、移動平均線と RSI で見ていきましょう。まずは日経平均株価なんですが、ひとまずは5日線をね、維持できるかっていうところで、まあ、上昇が続くかどうかを確認していきましょう。で、RSI は 67.46 ですから、まあ70を超えてくるかどうか、70を超えてくるとさらに強い動きになるかなと思いますが、過熱感も意識されるかなといった水準です。トピックスいきましょう。トピックスはですね、実は70地味に超えてるんですね。で、これ過熱感があるというところではありますが、強い証拠でもあるかなというふうに思います。なので、まあ、5日線沿いで上がっていくのかどうなのか、5日線割れたらですね、少し調整が入り始めるというふうに思っておいてください。マザーズですね。マザーズはですね、ベースとあと AI インサイド、今日ね見なかったんですけども、 AI インサイドも時間外で 10% ぐらい下落していました。決算ね、決して悪くないとは思うんですけども、そして AI インサイドも素晴らしい会社だと思うんですが、時間外ではひとまず大幅下落というところですので、祝日明けはですね、マザーズ結構下がる可能性の方が高いのかなと個人的には主力どころ2銘柄、フリーはそこまで変わらなかったと思うんですが、ここは要注意というところでも言っておいてください。なので、まあ、5日移動平均線、25日移動平均線維持できるか注目をしておきましょう。で、RSI は 61.56 というところで、まあ、70を超えてくるかというところではあるんですが、まあ、一旦下落する可能性の方が高いのかなというところで、50維持できるかもね、注目しておいていただければと思います。はい、ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウはですね、最近ちょっと上値が重たい感じはするんですよね。最高値は更新してるんですけどね、というところで、まあ、5日線維持できるかというところと、下は RSI 63.03 なんですが、まあ、50以上維持していれば強い動きが続いていくのかなというふうに思います。S&P 行きましょう。 S&P は5日線維持できるか変わらないんですけども、64.2、 これも50以上維持できるかというところですね。この辺もなんかだんだんちょっと上値が重くなってきたかなという感じです。ごめんなさい、これ最後ナスダック、 S&P ってなってますがナスダックです。ナスダックに関しましては今日マイナス圏で終わりそうだというところですね。で、その時点で 70.17 RSI、買われすぎ水準にいるというところですから、少し調整が入り始めてもおかしくないような水準感にはあるというところをぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。テスラなんかちょっと心配ですね、というところを押さえておいていただければと思います。では今日のまとめをしていきましょう。日経トピックス上昇、マザーズ大幅上昇、アメリカ株高安まちまちでございました。で、2は特にはまあベースを見ていったわけですけれども、来期赤字で時間外大幅下落でした。ただし、まあ、長期の成長ストーリーが崩れているかどうか、一概には何とも言えないとは思います。皆さんもね、ぜひこのベースの決算資料よく読み込んでみていただきたいかなと思います。で、ポイントになるのはやっぱ外国人投資家が売ってくるのかどうなのか、ね、これ自体はちょっと読み解きようがないんですけども、出来高とかそういうもので見ていくしかないかなというふうに思うんですが、ぜひですね、祝日明けもしくは来週ですね、の動きなんかを見ながら、この辺をうまく探っていきたいなというふうに思っております。で、全体的に見てはですね、5日線の上にいることが多いので、5日線ね、しっかりと維持してくれれば、まあ、この上昇トレンドが維持されていくかなというふうに思うんですが、もし割ってきたらですね、短期的な25日線とか、そういったところまでの調整を考えておいてください。で、その場合には RSI50 以上維持していれば上昇が続いていくと思うんですが、50割ってくるとですね、少し大きめな調整というのも考えられると思いますので、この辺も要注目というところで見ておいてください。では今日も一つだけお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。プレミアムウォーターね、これも12日に決算発表になりますので、まあ、決算前によかったら注目をしておいていただければと思います。で、現在はリタリコ分析中です。リタリコはもう決算超えてますので、で、決算後ですね、ちょっとじわりじわり上がってきている会社ですので、ちょっとなるべく早く分析したいなと個人的にも思ってるんですが、そちらぜひ楽しみにしておいてください。明日配信したいと思います。初月無料になっております。はい、でおすすめ書籍、先ほどもね紹介しましたけども、ファイナンス思考ぜひ読んで
んでみていただきたいなと思います。非常にですね、まあ、財務とかを読み解く上で非常に深く読めるようになる本かなというふうに思います。若干難しいなと感じる方はですね、いつも紹介しておりますが Amazon Audible 聞く読書で聞いていただいた方が、まあ、結構読み解きやすいかなとは思いますので、僕は Kindle で読んでるんですけども、よかったら皆さんもですね、ぜひこのファイナンス思考読んでみてください。まあ、決して初心者向けとまでは言いませんが、まあ、何度か読み解けばしっかりと分かる内容になってるかなと思いますので、ぜひ読んでみてください。はい、コメント返ししていきたいと思います。コメント返しなんですが、昨日はビットコインについてお話をしました。で、僕が仮想通貨に、投資しない理由というところで、この方はですね9つ、理由を挙げていただきました。で、負け犬の遠吠えですかというふうに書いてありますけども、ここまできちんと調べていることが素晴らしいです。こういう理由を持って、ちゃんと投資をしないんだっていうのは決めてることは別に全然悪いことではないと思います。で、どれもちゃんと当てはまる項目だと思いますので、まあ、しっかりとですね皆さんもですね、調べないでなんか否定するのはちょっと違うと思うんですね。ここまで価格が上がってきて、まあ、いろんな時流があって、で昨日もクラブハウス内でもう本当に、仮想通貨に投資をし始めたんですみたいな人がめちゃくちゃ多くて、逆にちょっと僕も心配になったんですけども、ただ、まあ、ちゃんと調べてるってことが本当に素晴らしいなと思いますし、まあ、それ以外仮想通貨に投資しなくてもですね、いろんな手段がこの方だったら見えてくると思いますので、ぜひこういうことを続けていただきたいなというふうに思いました。で、下の方、ビットコインと貴金属コモディティの関係などについて解説いただけませんかというところなんですが、正直ですね、まだ教科書的な動きが何とも言えないんですね。どの動きともなんか相関性がある、逆相関があるっていうのは何とも言い切れないところなんですよ。時期によってちょっと変わったりもします。で、単なるリスク資産ともちょっと違う気がするので、まあ、通貨の代替的な可能性もありますので、ドルが下がってきたらビットコインが上がるみたいなところも、まあ、考えられなくはないんですけども、まあ、完璧に相関してるわけでもないし、まあ、他のコモディティ関連とですね、まあ、似たような動き、まあ、同じように考えてるかっていうのは、それも何とも考えにくい。で、あとはやっぱりね、昨日もそのクラブハウスの中で、ビットコインに投資をしたいとか仮想通貨に投資をしたいという人がワンサが現れるので、要はまだ投資したことのない新しい資金が入ってきてるんですよね。まあ、その辺に関しましてはまだ教科書的な動きっていうのは何とも言えないというところで、ちょっと回答としてはご勘弁いただけると嬉しいかなというふうに思っております。ということで今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。今日の中でも少しでも参考になればぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また明日以降もですね、明日はまあ日本相場は動きませんがアメリカ相場は動きますので、またピックアップ変えまして、やっていきたいと思いますので、ぜひ明日も聞いていただけるという方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日もちびちゃん終わる、起きてくる前に終わりましたので、とても静かでございました。喉なんとか潤しながらやっていきたいと思いますので、皆さんも体調に気をつけて、相場に挑んでみてください。応援しております。ではまた明日、テクニカルマスギでお会いしましょう。さよなら。